浜町川は、かつて、東京都千代田区岩本町から中央区日本橋、浜町まで流れていた河川。神田川から、地図箱崎川を経て、地図隅田川に通じる、地図運河であった。隅田川川から、江戸時代初頭に改作が始まり、1691年に、流館川と接続し、地図 L 字型の流路となった。元吉原遊郭のおはぐろどぶの役割があった。 西緑菓子、東緑菓子があった。1883年に、流管川接続点から神田川までを新規改作し、隅田川とつながる運河となった。そのため戦運の利用が多くなった。太平洋戦争後1948年から1950年に、かけて北から小川橋まで埋め立てられ、残りが1972年埋め立てられた。跡地は、緑道となっている。 末広稲荷神社付近には支流があり、ヘッツイガシが所在していたが1888年に埋め立てられた。川口橋跡と新大橋通りの間の跡地は、首都高速道路浜町出入口の出口ランプの敷地として使われており、高架下に緑道が設けられている。神田川川から浜町川の西詰全域を西緑菓 浜町側の東爪全域を東緑菓子とした。浜町側に架かる橋の中でも一番重要な欧州街道のを通る緑橋の名前を採用して名付けられた。現状緑橋が架かっていた西めの,の日本橋横山町にも東めの日本橋横山町にも緑橋の旧跡地を示す標識等は設置されていない。特別駆動中日大80号線の 道路愛称である。かつての浜町側の西めを通る路線で、かつての西緑が市からそのまま名付けたれた。特別駆動中日大81号線の道路愛称である。かつての浜町側の東めを通る路線である。かつての東緑が市の一部区間のみ名付けられた。中央区立九小小学校の校舎に付随する形で設置された公園。 かつての浜町側の東詰めを通る道路を改良、2010年代頃より車道通行を禁止にして再整備が行われた。かつての浜町側を埋め立てた跡地に歩行者専用の緑道として整備した。おはぐろどぶ。遊女の逃亡を防ぐために遊郭の周囲に巡らせた堀。元吉原遊郭は二丁四方の区画で、浜町側が東北側の堀になっており。 残りの3方にも、浜町側につながる堀が掘られていた、AB 中央区道路愛称名一覧。ありがとうございます。